になりたいと夢を抱いた少女たちが花街上七軒に入門してきた。今のうちに姉さんとかの見させてもらってポーズとか研究しときます。しっかり者で勉強熱心な日向18歳、兵庫県の高校を卒業したばかり。手紙でどう笑わせるか考えてる織田信長。明るくポジティブな性格の桜子15歳、中学を卒業し千葉県からやってきた。そしておっとりマイペースな15歳の少女。人生で初めて親元を離れ、友達もいないスマートフォンもない現代の少女たちの生活からは程遠い世界に飛び込んだ。右手、右手、それ左手。え、それを持っていきます。え、これさすがですよ。違う私そうです、勉強しとるやつ。はい、それも喋ってる真面目なの。少女たちを待ち受ける京都の伝統と大人社会の厳しさ。この17日からお見習いさんをスタートしていただきます。そして厳しい修行を乗り越え夢を叶えたのは、少女たち。憧れの舞妓になれるのか、その修行の日々を